エドワード・プレブルはアメリカ合衆国の海軍軍人。トリポリ港の戦いでアメリカ艦隊の指揮を執ったことで知られる。エドワード・プレブルはアメリカ合衆国独立前の1761年にマサチューセッツ湾直轄植民地のファルマスで生まれた。アメリカ独立戦争が勃発すると、故郷のファルマスは1775年にイギリス軍の攻撃で焼かれた。 プレブルは1777年に16歳で独立側の私略船に乗り組み海軍軍人としての第一歩を踏み出した。1779年にマサチューセッツ州海軍のミジップマンとなりフリゲートプロテクターに配属された。プロテクターでは2度の戦闘を経験したものの1981年に上官がイギリス海軍に打破された。プレブルは捕虜となって ニューヨーク沖の監獄船、ジャージーで拘束されたが、翌年に釈放された。プレブルは、州海軍に戻ると、ウィンスロップの会議に昇進し、実戦で、異常攻撃班の指揮官などを務めた。疑似戦争での上官、ピッカリング。プレブルは独立戦争終結後に、小船員となったが、フランス革命戦争の影響でフランスと、翌百九十九年一月に、 税関監視船体から対応された小型ブリック艦、ピッカリングの艦長に任命され、6月まで西インド諸島方面での通称保護に従事した。任務中に、時間より強力なフランス主力船、ル・エジプット艦キースと遭遇し、9時間の戦闘の末に降伏へと追い込んでいる。同年12月からは新英フリゲート、エセックスの艦長に任命されて会社に昇進。 中国方面航路の通称保護のため1800年1月にニューヨークから出港し、インド洋にアメリカ軍艦機を掲げた初めての海軍士官という栄誉を担う。1803年にプレブルは代償として地中海戦隊の指揮を命じられ、2年前から継続中の第一次ワーバリ戦争に従軍した。プレブルは機関のフリゲート、 コンスティチューション以下7隻の増援部隊を率いて地中海に向かい、リチャード・デールに代わって戦隊司令官となった。プレブルはトリポリを海上封鎖して一連のトリポリ港の戦いを指揮し、河川攻撃などの積極策を試みたが、決定的な勝利は得られなかった。しかし、プレブルは長引く封鎖作戦で緩んだ軍機を粛清し、多くの士官を養成する成果を残した。 当時のアメリカ海軍は予算削減の影響で艦長を含む主官のほとんどが20歳代の未熟な若手だったが、プレブルのチームワークを重んじた教育が浸透し、この時の若手主官たちはプレブルの弟子と呼ばれ、米英戦争時に有能な艦長として活躍することになった。1804年にプレブルは地中海戦隊司令官の任を解かれ、 本国へと召喚されて、砲艦建造の指導に当たった。この頃、アメリカ海軍では、沿岸封鎖に適した浅木水の小型砲艦の建造に着手しており、経済性に優れた軍艦として、軍縮派の共和党議員に注目されたため、本国の防衛用としても大量建造が進んでいた。先駆的な大量建艦の経験を得られた反面 アメリカ海軍の外洋海軍としての発展を阻害する弊害も生んだ。1805年にはトリポリでの戦功を称えて議会名誉をゴン賞を授与された。プレブルは健康を害したため前線に復帰することはなく、1807年に46歳で死去した。プレブルを近念し、プレブル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 、 プレブルまで6隻のアメリカ海軍艦艇が彼の名を命名されている。また、オハイオ州のプレブル軍など彼にちなんで命名された地名もいくつか存在する。ABCDE バテマン、トム、コマドエドワード・プレブル。USSPREBLE.org。2012年3月16日。閲覧。ピッカーリング、1798. アメリカ沿岸警備隊。 2012年3月16日閲覧。ABC 青木。スタスススティーブン・ W コングレッショナルゴールドメダルズ1776から1999。CRS レポート4コングレスコングレッショナルリサーチサービスザ・ライブラリー・オブ・コングレス P7 2012年3月16日閲覧。ありがとうございます。